長元は、中国語漢末期から三国時代の武将、政治家。字は、白禅。予習衛戦軍備、敵権の人。子は、朝廷。三国志義士、数常用盛、長廃伝いに、捨てがある。また、敗将士によると、儀略では、徐福、元強氏、利与し、長期、勇祖、領州、敗戦、反戦。 高明と同じ巻に収録されていたという。道軍の新、陳軍、と重ねと並んで名を知られ、新陳森長と称された。戦乱を避けて、慶州に避難し、森重さね、茂金と一緒に暮らした。曹操が元に、検定を迎えた知らせを受けると、曹操が中華を救うことを予測した。197年、27歳で、老人や子供を助けながら、 巨都へ赴いた。曹操から、明良,良県庁に任命され、刑罰と恩愛をうまく使い、民心を休んじた。立樹の親族を処刑したことがあったが、立樹には帰って評価され、信仰を結んだという。炎章が、予習の諸軍に対し、味方になるよう誘いをかけると、多くの軍がそれに応じたが、冷やす軍だけは動揺しなかった。この時、立樹は曹操への指示を明らかにするため、 急いで徴税を実施しようとした。しかし、朝元は民心の悪化をおもんばかり、理通には徴税の手を緩めるよう忠告した上で、順幾に手紙を送り措置を相談した。順幾は租税をすべて民たちに返還しても良いと返答した。このため民が措置に感激し、軍内が安定した。その後、朝元は中央に戻り宿う族間の主母となった。この時、 慶州の流氷に備えるため、吾勤、学信、長領の三将軍が、永遠、奇跡、長者に駐屯していた。彼らはいみ合って協調しなかったが、長元が三軍となって統制したので、互いに親しむようになった。二百八年、曹操が慶州を征伐すると、長元は、長領大使を兼任して届く森軍となり、吾勤、長領、長、主霊、李天、露、 招き、教会の七将軍を統括した。後に、上昇主母へ戻り、不風大使を任された。211年、曹操は、同館の戦いで、馬長、関水らを破ると、降伏した軍を平南将軍の印書に、まとめさせるとともに、長元を、関中森軍とし、諸軍すべての統括を委ねた。彼は、胸族の信仰や両みの反乱を鎮圧した。 印書が艦中守備のため派遣されることになると、長言は返事が起きることを心配し、印書に何度も念を押した。しかし、印書が聞き入れなかったため、予想通り反乱が勃発し印書も消息不明となった。長言の下に残った部隊にも動揺が広がりそうになったが、長言は最新の注意を払い、主テ手札を駆使してこの危機を乗り切った。 長元は2万人の援軍を官中に送り届けた。219年、劉備軍の関羽が僧人を攻撃すると、長元は、議論の資格で僧人の軍事に参画することになり、徐行と共に進撃した。長元が、兵力の足りない現状では援軍を待ち、包囲に苦しむ総人殿と連絡を取ることが重要だ、と進言したため、諸将たちは地下道と藪みを使って、幾度か、 宋人と連絡を取った。関武軍の包囲が厳しかったが、さらなる援軍を得た上で海戦に勝利した。関武はもう撤退し、当時孫権軍が関武の市長を襲ったため、関武は南方まで引き返した。関羽を追撃すべきかどうかが議題となった時、長言は、孫権に脅威を与える材料として、関羽を活かしておくべきだと述べた。宋人はこれを受け入れ、戦闘態勢を解除した。 後に、曹操も、同様の追撃中止命令を出していたようである。220年、曹飛が即位すると、自中になった。また馬といも加えられ、加藤大衆、天皇中老将を代行した。222年には、館内公に封じられた。呉の孫権が、国境地帯で侵入して、騒ぎを起こす、曹休が五州の軍勢を引き連れて赴いた。この 長元は、早急の軍師を務めた。クレ軍が撤退するとよろしど抵抗となり、さらにタクシ中老将、少所へ昇進した。その後も、早期の高領進行に随行し、撤退後もそのまま止まって、政党軍師となった。創英の時代には、都合校に封じられ、領地も600個増やされた。関係州諸軍時、仮節となったが、病気のため不任せず、 少所に再任された。やがて関与州諸軍事になり、大芝軍士となった。後に、中央へ戻り、広塚佐野となった。双方の時代、関与領諸軍事、仮節になり、進む職将軍となった。またさらに位が進んで、清々将軍、都督、要領諸軍事となった。243年、老齢のため中央へ召喚され、表記将軍、四空に昇進した。 245年に死去し、牧校と合された。小賀社会を継いだ。小説、三国志演技には登場しないが、吉川英治の三国志には登場する。三国志騎士、参照提起。ありがとうございます。